朝一ですよ、もう。朝一、早起きましたからね。最高ですよ、大変。まあ、あのね、朝2だけどね。3? 2、3ぐらい。朝一でしょ、これ。もうガリガリで。何言ってんだ、ちょびっくりした。見ちゃうな、この天気。今日最高ですね。最高でしょ、これ。じゃあ、左の高くん。カービングしちゃいますか。カービングしましょう、今日。朝一は。うん、そうしよう。いただきました、高くんのカービングをどうぞ。確かにね。でもすげえターンしやすいよ。ターンしやすい。なんかでもバックサイドにさ、うん、入るときとかすげえおぼつかないんだけど、やっぱもうあれじゃない、俺はもうこのシーズン初めに軸だと思ってるからさ、うん、前も言ったと思うけど、俺のそのバックサイドのケツ、うん、フロントから切り替わるとか、うん、山ではさ、なんか自分で調節してさ、持ってくるとかさ、でも山までもう引っ張らないじゃん、うん、引っ張っていっちゃダメだ、これ行けてない。ちょっと取ってみてみる、うん、すげえ検証だな、はい、パリッとしてるから結構すごいよ、はい、パリッとしてるよ。まあ行きますか、じゃあ行こう。何本か滑ったけど、うん、なんだろうね、このシーズン始めの、うん、ターンをしたときの、ね、いや、うん、バックサイド気に入らない、気に入らない、やっぱりフロントサイドに比べたら、うん、シルエット的にはさ、じゃあお尻出てますってなって、この滑ってる本人からすると外れてる感じはするの。あのね、うん、ハイシーズンになると外れてる感じはしないんだけど、うん、今こういう締まったバンド滑ると抜けるじゃん。うん、抜ける。それが外れてる証拠だと思うから、うん、やっぱり空間するよ。後半抜けるのはさ、去年のシーズン終わりも言ってたけど、体のリンアウトが遅いから、ターンの内側に出る、そうそう、ターンの内側ものすごいどんどん立ててっていうから、こっちから上はリンアウト、こっちから下はリンインしてる、くの字
面がやっぱ起きてなきゃいけないのが前提だから抜けるよ。ターン後半になればなるほど膝伸ばせる。で腰は折る。シルエット的にそれでおかしくないから、ターンの入り口からケツが出てるからあのシルエットが見えるんだ。そうだった、こうじゃん。Yeah.